月桂樹は、クスノキ科の常緑工木。地中海沿岸原産。私有一種で春に、紅白色の小さな花が咲く。歯に方向があり、古代から用いられた。乾燥した葉は、香辛料ローリエになり、歯と小枝は丸く編んだ。月桂感がよく知られている。英語のノーブルローレルを中国語に訳して、月桂樹と名付けられ、それを日本では音読みして、 月桂樹の和名が付けられた。英語名は、スイートベイフランス名は、ローリエと呼ぶ。地中海沿岸地域の原産と言われる、常緑鉱木で、高さは9メートルほどになる。死ゆ別株で、葉に方向がある。花蠣は、春で、溶液に、紅白色の小花を群がって咲かせる。庭木、公園樹としての利用のほか、葉は料理の香味漬けに、早川、薬用として利用される。 刈り取った枝葉を採集して、陰干ししたものが月経用である。葉には、精油1から3%が含まれており、精油成分は、シネオール約50%、オイゲノール約1.7%、ゲラニオール、ピネン、デルピネン、セスキペルテンなどである。果実には、ラウル酸のクリコシドを主成分とする脂肪油、約25%と、シネオール、ピネン、 ラウルさんなどの精油約1%を含んでいる。月経樹に含まれる精油は人の密覚神経を刺激し、唾液や胃液の分泌を促して、食欲増進作用があるほか、抑頭量として血液循環作用がある。歯、実は、それぞれ月経用、月経味という生薬名を持つ。歯にはシネオールと呼ばれる芳香成分が含まれ、歯を乾燥させたものをローリエ、 ローレル、ベイリーフなどと呼び、香辛料として広く流通している。料理には、好みの応じて1から3枚ほどのローリエが使われる。浴頭料として月経用を布袋に入れて、風呂に浮かべておくと、肩こり、神経痛、リウマチ、冷え症、腰痛、筋肉痛などの痛みを和らげたり、疲労回復に役立つ。果実は、日本薬局法アルコールやローションに1週間ほど、 北下液が、頭髪の発毛を、育毛剤として利用できる。月経需要には、強いアルコール吸収抑制活性が認められる。その活性本体は、アルファメチレンガンマブジロラクトン構造を有する、コスチュノリドなどのサポニンである、セスキテルペン類であり、その作用基準として、異液分泌の更新や、異排出能抑制作用などが関与している。2001年、 カゴメ株式会社総合研究所は月経樹の中に血管を拡張する作用を示す物質が含まれていることを明らかにした。なお人体への効果については検証されていないという情報もある。果実を絞って得られるローレルオイルは主に石鹸の原料として使われ、ニキビフケ、体臭等を抑える効果が謳われている。水はけの良い土を選び、日当たりの良い場所で育てる。 枝が伸びやすいので、適度に透かして、内側の風通しや日当たりを良くしておく。これにより、病害虫の発生も抑えることができる。乾燥にも強く、枯れたように見えた場合でも、バケツなどに水を張って一晩漬けてから土に植え替える、ことで、新芽が出る。庭などの日当たり良い場所に植栽すると、枝葉を伸ばすため、年に2から3回ほど刈り込む。月景樹は、 ギリシャ神話のアポロンとダフネの物語に由来し、ギリシャやローマ時代からアポロンの聖樹として神聖死された樹木である。古代ギリシアでは葉のついた若枝を編んで月桂冠とし、勝利と栄光のシンボルとして勝者や優秀な者たち、そして大詩人の頭に被せた。特に月桂冠を得た詩人は景観詩人と呼ばれる。ありがとうございます。